神に感謝します。ごめんなさい、何もお礼はできないけど。何もいらない、俺も同じように逃げたんだ。なぜまた捕まるようなことを。信念に背く方が危険なことだからだ。バスティエヌ・ジョセフィを探している。知っているか。知るわけないでしょ。でも立派な紳士様ならわかるかも。これはもう無理。別の奴を探して。こっちが礼を言う番だな。逃げられるあては。山の中に家族がいるわ。山の奥にはさらに山がある。神のご加護を。本当に助かった。自分を信じろ。明日の朝から警備兵の巡回を3倍に増やし、以後毎日奴隷の数を数える。奴隷の数は毎日市議会に報告され、奴隷を失った場合黒人法の法令義務違反として
罰金の対象となる。農園の所有者は自分の奴隷の捜索に参加しなければならない。ポルトープランスの善良な市民に次ぐ残念ながら悪いニュースが。お前は神の見つかりだな。災難だったな。凶暴な奴隷に対する制圧グループを創始した。敷地内で知らぬ男を見てもパニックを起こさないように、そしてできるだけの敬意を持って扱うこと。裏切れというの？奴隷の安全が確保されるんだ。総督さん、農園の暮らしが安全でも彼らは反乱すると思う？もちろん。
れと同じだ。アフリカ人の友を守りたいなら噂を広めろ。落ち着かせるんだ。でない。説明はいらない。私はハエも殺せない男だ。だが監督は本当を求めるのだ。私はハエも殺せない男だ。だが監督官には規律を求める権利がある。必要ない。メッセージを伝える。代償を払うことになるわね。お互い得をするさ。他にサービスをお求めかしら。そうと。私のような老人は愚山の相手だけでぐったりだい。それならお帰りを。マダム・ジョセフィー、小包のお届けだ。そう、あなたは誰？提督はどこ？なるほど、私も同じ目に合わせるつもり。周りを見て、何かしたら彼らに殺されるわよ。何もする気はない。テンプル騎士団とはどういう関係なんだ？私はただの連絡係。何かする前によく考えて。テンプル騎士団の金があれば誰の自由でも買える。この印は知ってるわ。お前は何も知らない。奴隷の烙印があり、学者のように雄弁、その手は船乗りのよう、アサシンのフード、そして武器。嵐で座礁したようね。何が必要？船？家？その小包のお礼にあなたにあげてもいいのよ。自分で勝ち取れないものはいらない。だがその約束が本気なら、もしかしたら取引するかもな。これはゲーム？いいわ。それなら頼みを聞いて。オーガスティン・デュフォールは秘密主義なの。まず農園で居場所を調べて、総督からのメッセージを伝えて。それで万事うまくいくわ。この暗号を言ってみて。シーリーパトゥトゥクラブラウモワジェ。シーリーパトゥトゥクラブラウモワジェ。悪くない。説得力のある低い声ね。さあ行って、周りの客が怪しむ前に。